再開発前のウエストサイドヤード2009年2019年のハドソンヤード巨大オブジェザ・ベッセル2019年文化施設ザ・シェット2019年ザ・シェットのシャリン・ハドソンヤード再開発プロジェクトはニューヨーク市マンハッタン区ヘルズ・キッチン及びチェルシーのハドソン川沿いのエリアで進行中の都市再開発事業であるニューヨーク市都市計画局と メトロポリタントランスポーテーションオーソリティによるジョイントベンチャー。この都市再開発エリアは、ハドソンヤードと呼ばれる新しいネイバーフッドとなる。交通アクセスとして、ニューヨーク市地下鉄7系統延伸計画によって、このエリアの11番外沿いに統治名を冠した34丁目、ハドソンヤード駅が新設され、2015年9月に開業した。 建設工事は2012年12月4日に寄工され、高さ895フルートの最初のオフィスビル、10ハドソンヤードが2016年に敷地の南東の角に竣工した。この再開発計画の中心は26から28エーカーの複合用途の不動産開発である。コーン・ペダーセン・フォックスが作成した基本計画によると、ハドソンヤードには1270万、 平方フィート以上の新しいオフィス、住宅、及び小売スペースを含む16の超高層ビルが建つことになっている。これらは、6ミリオン平方フィートの商業オフィススペース、レストラン、カフェ、マーケット、及びバーを備えた75万平方、フートの小売センター、ホテル、文化スペース、約5000個の住宅、750席を持つ学校、 および14エーカーの公共空間からなる。この開発エリアの西端は、ハドソンリバーパーク及びハドソン川、東端は7番街及び8番街、南端は西28丁目及び30丁目、北端は西43丁目である。総工費は200億ドル以上、1日の訪問者数は6万5000人と見積もられている。さらに、 ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターの改修工事も行われる。7つのマンション、1つのオフィスビル、そして1つの学校の建設が予定されている。全プロジェクトは2024年までに完了する予定である。もともとハドソン川沿いのこの場所は鉄道用地であったが、ペンセントラル鉄道が1970年代以末に破綻した後、同社の貨物駅の北半分は、 ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターに南半分はペンシルバニア駅に発着する通勤列車のための大きな鉄道ヤードになった。この車両基地の上に人工地盤を作って再開発する案はかねてからあり、1980年代から90年代にかけては老朽化したマディソン・スクエア・ガーデンやヤンキースタジアムを改修する代わりにこの地に移転する計画もあった。 ニューヨーク市が2012年夏季オリンピックの招致を行った際には、オリンピック後は、ニューヨークジェッツの新しい本拠地として使われる、オリンピックスタジアムやメディアセンター、オリンピックプラザなどがハドソンヤードに建設される計画であったが、招致に敗れた後、ニューヨーク市は不動産開発業者、ザリレーテッドカンパニーズ及びオックスフォードプロパティーズと、 組んで、オフィス用地としての再開発を行うことになった。2005年1月、ニューヨーク市議会は28丁目から43丁目に含まれる約60ブロックの区画整備を承認した。2009年、スタジアム建設計画が衆議会により却下された後、ウエストサイドヤードも同様に区画整備された。2010年5月、または、 車両基地上にビルを建てるための空中圏を99年に渡ってリレーテッドカンパニーズ及びオックスフォードプロパティーズグループのジョイントベンチャーにリースした様々な先進技術がこの再開発に用いられセンサーや他のデータ計測機器によってあらゆる種類のデータが集められることになっているニューヨーク大学のセンターフォーアーバンサイエンスプログレスが ハドソンヤードプロジェクトのためにこのインフラを設計した。屋上のパラボラアンテナ、無線応答機、および 2way ラジオと接続された、ファイバーループは14エーカーの公共スペースと1700万平方フィートの商業スペースをカバーするネットワークを構成する。これらのインフラは、より新しい技術が開発された時にアップデートができるように拡張性。 適応性を持たせて設計されている、客中参考文献。ありがとうございます。